どうも皆さんこんにちは。今日もあの風が冷たくて寒い中ですね、たくさんお越しいただきまして誠にありがとうございます。後ろの方の方、この声の大きさこれぐらいでよろしいでしょうか。はい、ここでお話しするのは多分昨年のこれ8月か9月、以来だと思うんですけれども、なんとなくその暑かったような時期だったと思うんで、それからすると少し間が空いたかなという感じもします。で、そういうことがあるので、ちょっと本論に入る前にですね、少し雑談からちょっと入っていきたいと思います。昨日夜、サッカーの日本代表とイラン代表の試合がありましたですね。私は実は学生時代、中学からずっとサッカーやっていますので、非常に興味を持って見ております。で、特に日本代表チームの公式戦の試合の時、公式戦ですね、いわゆるキリンチャレンジカップのような親善試合は別として、ワールドカップとかアジアカップだとか、あるいはそのワールドカップの予選ですとかね、そういった、公式戦の時はちょっと験担ぎでですね、必ずでもないな、とんかつを食べながら試合を見て応援をするということにしてます。で、昨日も、夜とんかつを食べながら見てましたら、まあ、対戦相手がねイランだったんで、アジア最強ですからね、まあ負けるだろうなと思いながら応援してたら見事に、勝ってくれました。で、実はですね、このとんかつを食べながらそのサッカーの試合を見るというのは、ロンドンオリンピックの時から実は続けてまして、で、まあ、とんかつを買いに行けない時もあるので、必ずしも全ての試合でとんかつを食べてるわけではないんですが、まあ、ロンドンのオリンピック、その後ブラジルのワールドカップ、ブラジルのオリンピック、それから昨年のロシアのワールドカップ、まあ、この辺中心にですね、とんかつを食べながら応援をしていると、まあ、そこそこに勝ってくれると、まあ最終的に優勝はしてませんのでね、必ずどっかで負けてるんで、とんかつを食べると必ず勝つというわけではないんですが、そこそこの勝率かなということで、非常に満足をしてるんですね。で、今度は2月1日が決勝戦ですから、またとんかつを食べながら見ようと思います。で、とんかつを食べてそこそこの勝率なんですが、実はこの後に、お話をするその本論の中でですね、もっと高い勝率のものがあるんです。そのあたりはですね、後ほど本論の中で、ご紹介をしたいと思います。さて、ここから本論です。2019年の相場見通し、結論から申し上げますと、前半は調整、後半は上昇で年末だったというのが基本的なシナリオです。実はこの基本的なシナリオはですね、去年12月の初めにある雑誌の新年号の相場見通し書かなきゃいけないんで、もう12月の初めの段階で、基本シナリオを作って、書いたわけですけども、その時点と状況は、そんなに違いはないのかな。12月年末にかけてね、かなり調整をしました、想定以上に調整をしましたんで、むしろその年初の、スタートラインが低くなったということで、年末だか、年足で見れば陽線が立つ可能性が高くなったかなというふうに今考えています。で、じゃあなぜ前半調整なのかということなんですが、ご存知の通り、もう一番の最大の焦点は米中の貿易問題ですよね。これが最大の焦点になります。で、閣僚協議が始まるとなれば警戒感が和らぎ、ファーウェイを起訴したといえば警戒感が強まったり、こんなことを繰り返しながら、現在のその90日間の休戦が
3月1日にまず期限を迎えますと。で、まあ、ここでどういう結論になるのか、もちろんね、まあ、最悪、決裂ということで、さらに制裁で関税を引き上げる可能性ももちろんあるわけですけども、まあ、一般的な見方として、まあ、それなりのところで落ち着くんじゃないかという、まあ、実は楽観的な、まあ、見通しもありますよね。まあ、可能性として考えられるのは、まあ、基本的な、ね、問題の解決には至らない。そんな簡単に、ね、解決できる問題ではないですから。ただし、お互いにその制裁の関税の引き上げを一旦と保留しましょうと、もう少しね。でその代わりに中国が輸入をちょっと拡大しますよと、だからちょっと休戦を延長しましょうみたいな形で落ち着く可能性が高いのかなという感じはします。もちろんこれね、楽観的すぎるかもしれませんよ。ひょっとしたら決裂してすぐにアメリカが関税を追加引き上げするかもしれません。まあ、これはね、今後あと1ヶ月ほど交渉の行方を見守るしかありませんね。まあ、その間マーケットは安心感が広がったり警戒感が強くたりと、まあ、こんなことを繰り返すんでしょうね。それからその後、今度は3月末ですね、イギリスの EU 離脱ブレグジット、これの期限を迎えますよね。で現状ではイギリスが議会で承認する見込みがなく、最終的にはまあ合意なき離脱ということで、その悪影響がまあ警戒をされているわけです。ただまあこれはね、かなりまあ織り込んでいるような感じはしますけれどね、米中の問題に比べればね。でそこにまた一つ、まあ、懸念材料がありますね。それからそれ以外で、まあ、懸念材料はあるとすればですね、まずなアメリカの FRB の金融政策、まあ、今週明日からですかね、FRB、FOMC が開催されますけども、アメリカが利上げを継続するのか中断するのか、あるいはあと1回だけやって打ち止めにするのか、この見通しがちょっとまだわからない。でもし中断あるいは打ち止めになれば、アメリカ株にとってはプラス要因なんでしょうが、その場合為替が円高に傾く可能性があるので、これは日本株にとってどうなのかという問題があるんですね。それともう一つ、これ本来はね、ご祝儀相場になってほしいんですが、5月1日ですか、4月の末ですかね、新しい天皇の即位がありますね。これは本来ならばご祝儀相場になってほしいところなんですが、ここで10連休が発生します、日本のマーケットはね。通常のゴールデンウィーク、まあ、5連休、6連休、まあ、こういったところでもその連休の間に海外で何が起こるか分からないということで、手仕舞いの動きが強まるわけです。これが10連休ですからね、まるまる1週間海外のマークだけが動いている状況なんで、どうしてもやはりその前に一旦ポジションを外しておこうかという動きが出る可能性がある。まあ、実際にはね、おそらく現物はそのまま持っといて空売りでリスクヘッジをするような形が多いと思うんですけどね、まあ、これもだけどちょっとまあ波乱要因に、需給面での波乱要因になる可能性がある。で今足元の日経平均、今日寄り付き弱かったですけども、なんか2時半頃からプラスに切り替えしてましたですね、意外と強い。ただとは言っても12月の安値、瞬間的に1万9000円を割り込みました。あそこの安値から、まあ、1ヶ月経過をして、そろそろまあリバウンド相場も一旦終わりかなと。ちょうど週足チャートで見ると
13周線が接近してそこにちょっと押し返されるような形になりかけてますね。まあ、ということで一旦リバウンドが終了するとしばらくはまあ2万円近辺での揉み合いになるのか、まあ、さっき申し上げたように、まあ、2月後半米中のね協議の休戦の終了が3月1日ですから、それに向けての2月の後半あるいはそのブレグジットの期限の3月末に向けての3月後半あるいはゴールデンウィーク10連休を迎えての4月の後半、まあ、この辺りにどうやらね波乱の局面がやってくる可能性がありますね。というのが、まあ、前半の懸念材料。それともう一つ、日本の企業業績ですね。19年3月期の見通し、もう多分これ下方修正されるんでしょうね。ただし先週日本電産が下方修正を出した翌日の日経平均は200円高でした。それを考えると19年3月期の下方修正はもう織り込み済みなんだね。まあ、昨年ね、まあ、急落して警戒感を強くた人はみんな売っちゃったということなんだろうと思いますが、じゃあ20年3月期の企業業績をマーケットはどんなふうに見てるんでしょうね。私は主力銘柄は多くは現役見通しで出してくると予想をしています。でマーケットは今現状でそこまで、まあ、織り込んでいるのかどうか、まあ、今週から本格化するこの19年3月期の第3四半期の決算発表、ここでまあ下方修正が通期の下方修正が出るなりですね、まあ、そういったその悪い数字を見て改めて20年3月期にこれはちょっとやばいよというふうな動きになるのか、あるいはいや20年3月期増益だろっていうふうな見方を維持するのか、この辺がちょっと現状では微妙なところです。で20年3月期の業績見通しを発表するのは4月の後半から5月の連休明けなんですよね。で今年は10連休ですから、従来ですとねゴールデンウィークの谷間に発表したりするっていうこともあるわけですけども、それができない。ほとんどの銘柄が5月の連休明けのほんの1週間ほどの間に一気に発表することになるんですよね。でその数字をちょっと見極めたいよねっていうことになれば、連休前のポジション調整と合わせてですね、この10連休の前というのはかなり波乱の局面になる可能性が、ね、あるんじゃないかと思います。でそういうことを考えますとね、一つのその波乱の局面が想定される時期というのが2月の後半、3月の後半、4月の後半と、これ毎月のように続くわけで、もちろん米中協議がねうまくいけばまた違って動きになるんですけどね。ただ今の現状で根本的な解決は無理だねとなれば、その2月3月4月というところでいろいろ波乱の局面が想定されるんで、なかなか積極的には買いづらいよね。そうするとやはり2万円前後でのお見合いが続くのか、あるいはツッコミの局面があるのかということをちょっと警戒をしておかなければいけないかな。でもし突っ込んだ場合どの辺まで突っ込むんでしょう。12月の安値の瞬間1万9000円割れ、ここで止まればね、あ下には硬いよねってことになるんですが、
今のリバウンドの弱さを見るとね、チャート的に見てもちょっとこれはまだ下降トレンドだよね、13周線が襲えちゃうよねってなると、まあ、1万8000円ぐらいまで突っ込む局面はありそうかな。私個人的には1万6000円台まで突っ込むんじゃないかとは思ってるんですが、なかなかね、難しい局面だろうと思います。ちょっと余談になりますが、今日この会場に来るときにエレベーターでね上がってきましたら、エレベーターのところに東洋経済の最近号の広告が貼ってありましたよね。株価崩落に備えよと、こういうタイトルでしたですね。まあ、証券会社のね、こういう講演会の見通しは、まあ足元弱くても長期的には上昇相場というふうなことを言い、メディアは株価崩落と言って不安感を煽ると、まあ、こういう、ね、両極端な形になるわけです。まあ、どちらが正しいかはちょっと分かりませんけどね、明日の株価は誰にも分かりません。ただいずれにしても後半年前半はね、やっぱりいろいろと懸念材料が多い、まあ、そういった局面でちょっと本格的にリバウンドからですね、本格的な上昇局面に移行するというのは、米中協議が根本的に解決しない限り難しいのかなと思います。さて、じゃあ最初に前半調整、後半年末だからというふうに申し上げました。なぜ後半は上昇するのということなんですが、一つにはね、私今年のその懸念材料は前半に集中しているということ。もちろん日本はね、7月に参院選があり、10月に消費税の引き上げ、まあ、こういうものがありますけれども、あんまりこれはね、日本の世界の株式市場には影響しないだろうと思いますね。で、むしろその米中のその貿易問題が、これがやはりその世界のマーケットを支配する、コントロールする形になると思うんですが、一つの山場がその3月1日の休戦切れですから、まあ、これによって大きく変わりますけれども、ここをなんとなくね、先送りするような形で通過すれば、多少は警戒感は和らぎますね、後半ね。でその頃には FRB の金融政策もそれなりに見えてくるでしょうねという部分があります。それと何よりも大きいのはね、やはりアメリカの大統領選挙前の年は株式市場が上昇しやすいというアノマリーなんですよね。最初に雑談で申し上げました、私がとんかつを食べた時の日本代表チームの勝率、多分8割から9割ぐらいあると思うんですけども、大統領選挙の前の年は上昇するという勝率をね、ちょっと数字を見てみると、1950年以降で17回過去あった。でこれを年間騰落の勝敗で見ると、 S&P500 は15勝2敗、ニューヨークのダウ平均は16勝1敗なんです。私がとんかつを食べて日本代表チームが勝つ勝率も8割から9割近くあると思うんですけど、それははるかに上回る、まあ、勝率なんですよね。まあ、これはよく言われます、大統領さんに向けてね、いろんな政策出していきますから、その政策を期待で上昇するというのがあるんですよね。だからそういうそのアノマリーを考えてもですね、前半調整すればするほど後半高くなる可能性が高まってくるのかな。もちろん米中協議がそれなりに緊張を高めることなくというのが前提にはなります。もう米中協議がね、決裂して、それとそれはもうね、日経平均1万5千円までっていうこと可能性もありますけどね、まあ、そういうことがないだろうという前提で見れば、大体
後半中になるんじゃないかなというふうに思います。さて、じゃあそういうね、相場見通しをベースに、じゃあどのセクター、どの銘柄を考えるのかというところに入っていくんですけども、もちろんこの後銘柄いくつかご紹介をしますが、結論を先に申し上げますと、前半はセクターや銘柄よりもどのタイミングで買うかということの方が重要なように思います。いくらいい銘柄でも売られるときは一緒くたに売られますからね。もちろんもう5年10年のねスパンで考えて、もう別にちょっとぐらいね値動き関係ないよというふうな基本的な考え方で保有されるんであれば、もう中古型の成長株をね持っていられるのが一番いいと思います。ただしいい銘柄でもやはりマーケット全体が下げるときはいい銘柄ほど売られますからね、一緒くたに。それを考えると、先ほど2月後半、3月後半、4月後半というねちょっと波乱の時期を考えたら、どの銘柄、どのセクターというよりもどこで買い出動するかということの方がポイントになると思います。特にこの前半はね。で、ただし突っ込んだ時は絶好の買い場だよというのは、まあ、ここにね来ていらっしゃる皆さんこういう投資歴も長いですからよくご存知だろうと思います。突っ込んだ時は買い場なんです、結果的にはね。だからその突っ込んだ局面で買いかどうかの判断をねするのがちょっと重要になってくると思います。何とも申し上げますが、その波乱が警戒される局面として2月の後半、3月の後半、4月の後半が多分あると思いますので、ここで一旦突っ込んだところをうまくセーブ、もちろんねリバウンドしたら一旦ね利益確定させてもいいと思います。それから最近前半にも申し上げましたように、その5月の10連休に関してはもし仮に4月末にですね大きく調整しても、現物を投げ売りするんじゃなくて現物を持ったままリスクヘッジで空売りが入るような相場状況であれば、連休明けに買い戻しが入りますのでね、そういう意味でもそのあたりは一つの会話になるかもしれないですね。まあ、ということで、今19年のその相場見通しの基本的なシナリオと、この前半のいろんなそのポイントと、そのタイミング突っ込んだ時にはぜひ買いたいですねみたいなことをご紹介申し上げました。さて、じゃあ銘柄よりもタイミングが問題ですねと言って、これで終わり、銘柄ご紹介せずに書いていただくわけにはいかないんで、ここから銘柄をいくつかご紹介をします。で、リバウンド局面ではね、景気敏感株を乗り込まれた景気敏感株を買っていただくのも結構だと思います。ただ、従来から申し上げてますように、私 その個人的な、ね、投資スタンスとして、やはり中長期の成長銘柄、こういったところにね重点を置いて皆さんに銘柄をご紹介をしてます。で、そういう観点から今年前半はね、なかなか中古型株 そのテーマ株関連の相場もなかなか来づらいと思うんですけども、やはりその中長期的なテーマとしてですね、 AI 人工知能の関連であったり、あるいは前回もちょっとご紹介しましたけども、その人手不足の関連で業務を効率化するためのシステム、ソフト RPA ですとかね、あるいは ERP といったそういうシステムソフトの関連が、需要がこれからますます拡大するという点で有望なのかなと。
というふうに思います。ということで、まず AI 関連の銘柄を、2つですね、まずご紹介します。まず1番目、これはもう皆さんご存じだろうと思いますが、コード番号3906、アルベルト、社名はね、アルファベットで ALBERT となります。読み方はアルベルト。もうこれ今現状ではね、 AI 関連の本命ですよね。まだまだ収益化は先ですけども、まあ、トヨタ自動車が出資をしているということでもね、それなりにその AI の技術力に対する評価が高まっています。まあ、値動きもいいですしね。で、今現在ね、去年の11月に高値1万6000円台まであったところが、最近はまあね、だいぶ下げてます。ただね、1万円近辺でね、ちょっと下げ一分の動きになってますので、まあ、売りはそろそろ一巡してるのかなということで、まあ、ここからの出直りが期待できるかなというふうに思います。なんといってもね、やはり AI 関連のテーマ物色になれば、やはり真っ先に物色される銘柄ですからね、まあ、そういう点で注目をしておいたらいかがでしょうか。もう一つ、コード番号3993、パーク社テクノロジー。これもね、アルファベットでね、実は社名があるんです。PKSHA。で、後ろはテクノロジー、アルファベットでね、PCHNOLOG。読み方は、パーク社テクノロジー。これはまだね、上場して1年ちょっとです。17年9月に上場してます。東大発の AI ベンチャーということで、AI のアルゴリズムのソリューションを提供してます。で、これはね、かなりもう収益化してます。今期もね、大幅な増収増益予想ですね。で、ここもトヨタが出資をしてます。で、ここ面白いのはね、ノーリス工機がね、出資をしてるんですね。確かこれ上場するときにノーリス工機の材料にされたような記憶がちらっと残ってます。で、ここはそれともう少し面白いのは、新規 IPO の銘柄っていうのは大抵の場合寄り付き天井、公開したときは高値で、その後ずっと株価が下がって、まあ、半値割れあるいは3分の1水準で、まあ、1年間ぐらい底張るような動きになるのが多いんですが、この銘柄ね、公開直後の安、17年9月の4890円というのがそこなんですね。ここから一気に上昇してるんですね。で、18年1月の1万6700円まで、これも1万6000円ですかね。で、その後、12月には、去年の12月には6000円台まで、まあ、元に戻ってきたと、まあ、こういう形なんです。ただまあその後ね、まあ、8000台まで戻してますし、さっきのアルベルトと同じようにですね、その AI 関連の本命株としてまた出直ってくる可能性があると思いますので、まあ、注目をしていただきたい。それからさっき申し上げましたが、 RPA ですとか業務効率化関連で、4銘柄ご紹介します。まず最初3844、この番号3844のコムチュア、カタカナでコムチュアですね。これは従来から公開している会社でシステム開発の会社ですけどね、AI や RPA に今現在力を入れているところですね。それからコード番号4348インフォコム、これ前回もご紹介をしました RPA 関連で、ご紹介した時はまだねジャスダックだったんですが、11月に東証一部に市場変更になります。で、まあ、低陣の子会社でこの RPA 関連の強化をしてますということで、非常に業績は好調ですね。で、これはね、高値がね、去年の12月実は上場来高値つけてるんですね。
5070円、そこから、まあ、急反落という形ですけども、今大体ね、ほとんどの銘柄が26周線を大きく下回り、52周線も下回っている中で、この銘柄は一応今26周線のところで止まってます。で、このままなんとか26周線維持すれば、上昇トレンドが崩れずに、上昇の第2波に入る可能性があります。まあ、当選面での不安が小さいですし、そういったチャート面の支援もあるんで、もう一回上値を狙いに来る可能性があるのかな。で、なお2月末で株式の未分割を予定しています。まあ、そういった分割狙いの回も入る可能性があるかなということで、これは4348のインフォコムは注目銘柄です。それから3つ目は4397チームスピリット。これは昨年の8月に新規公開、新規上場してる銘柄です。まあ、RPA なんかと同じようにですね、近代管理 のソフトを開発しているところです。これはですね、ちょっと、ね、だいぶ乱高下してるしたんですけども、実はこれね、昨日ですか、一昨日、18年11月に1回高値つけて反落した後、切り返して昨日上場来高値を更新しています。新規 の ITA 銘柄のね、半年ほどの動きとしては非常にいい動きです。で、まあ、こういう自分のことで需給面非常によろしいですから、それなりの動きが期待できるかと思います。それから4つ目、6572 RPA ホールディングス。これも前回 RPA 関連の本命としてご紹介しました。前回ご紹介したときは実は高値からもう半値以下になってしまって、もう底打ちしただろうというふうなご紹介の仕方をしたんですよね。その後ね、急反発して、11月には、ね、上場来高値まであと一歩のところまで戻してきました。まあ、その後ね、まだ反落してますから、ちょっと乱高下の形になってますけども、ね、非常に強い動きをしてます。ちょうどね、前回紹介した時は、確かあれですよね、高値が1万5、6千円で、足元1万円ですみたいな話をしてね、今株式5分割をしてますから、単位が変わってますけども、非常に強い動きをしてますんで、これも RPA 関連 その本命株としてね、注目していただいたらよろしいかと思います。それから働き方改革ですとか人材サービスですとか、そういう、まあ、人手不足関連、先ほどの RPA の関連と、まあ、同じようなカテゴリーに入るわけですけども、そこで3つ、3銘柄をご紹介します。1つ目、コード番号が2427、アウトソーシング。これは製造請負とか派遣を、ね、中心にやってる大手です。で、まあ、M&A で、まあ、規模を拡大してます。それからここの特徴はね、グループの中に、KEN スクールという学校を持ってましてね、そこで未経験者を教育して現場に配属をするということをやっています。これが一つの特徴で、もう一つの特徴は、まあ、自動車メーカー向けが主体なんですけども、自動車メーカーの基幹校なんかを一括して移籍させる、してもらうことも、やってますね。それから今後増えてくるのが外国人の実習生を管理する自宅業務、まあ、こういった部分が、まあ、増えてくるということで、まあ、収益の拡大基調、これはもう安心して見ていられるような形です。で、ただし株価の方はかなり下げましたですね。去年の7月の高値2400円台から、去年12月の安値900円台まで、約3分の1の水準です。
これはちょっと売られすぎだろうと思います。ということで、まあ、今後、まあ、反発を期待をします。それから2つ目、コード番号が 2471 S プール、これもね、ロジスティックスですとか障害者の雇用支援ですとか、あるいはコールセンターへの派遣ですとか、まあ、こういう人材サービスをやっている場合ですね。以前ここでも、皆さんに、ね、説明会をやっていただきました。で、ちょうど今日、昨日ですか、昨日です、今日ですね、今朝立ち上がり運売を実施して、当初本則市場への市場変更を都度に申請をしています。まあ、そのうち、多分、まあ、当初一部承認という発表が多分あるんだろうと思います。で、まあ、事業内容的にね、前回ここで先ほど説明していただきましたのでご存知だと思いますけども、そういう派遣サービス、派遣事業が、まあ、非常に旺盛であるということと、ここの特徴はやはりその障害者のね、雇用支援のサービス、いわゆる農園を作って、その農園を企業に販売をして、そこで企業が採用するその障害者に働いてもらうという、まあ、ビジネスですよね。で、農園の価格販売とそれから管理手数料が、まあ、収益モデルなんですけども、まあ、これが非常に今拡大基調増えてます。障害者のね、雇用数をごまかすような動きが一時期あって、もうそれはもうこれからできなくなりますのでね、各企業ともこれから障害者というものをきっちりとね、採用して、しなければいけない。とはいえ、なかなかね、一般事務やとか、あるいはその製造ラインで働いていただくのは難しいですから、まあ、こういう農園での作業を活用するという動きは、ますます増えてくるだろうと思います。まあ、そういう意味でもね、業績面は非常に好調です。今期もですね、非常に増収増益、大幅な増収増益予想ですよね。で、今現在ね、昨年10月に高値2029円をつけたんですが、ちょっとそれだと上値が重い形で、大体今、目相場ですね、1400円から2000円ぐらいの間で行ったり来たりしてます。で、ちょうど先週、だいぶ高いところまで行った後、まだちょっと急反落の、ね、形になってますので、ちょうどまあレンジのね、加減あたりからだったら、絶好の買い場かなと。ということで、まあ、3ヶ月4ヶ月ほどこれボックス相場が続いてますから、そろそろまあ上っ端でもね、期待できるんじゃないかと思います。それから4つ目かな、3つ目か、6098のリクルートホールディングス、まあ、これはね、もう皆さんご存知、人材サービスの大手ですよね。でただ、これね、他の、人材サービスの銘柄に比べると、チャートの崩れ方がね、それほどでもないんですよね。確かに、26銭を割り込んでるんですが、はっきり、ちょっとね、上げたり来たりしてて、はっきりと下降トレンドだなっていうところまで出てきてない。で、業績はね、非常に好調なんで、まあ、そういったところを支えに、まあ、反発局面があるかなという感じがします。これが人材サービスの話ですね。それから、その他、今まで申し上げたジャンルに属さない銘柄として、いくつか申し上げます。まず1番目、これチャートで、すでにまあご紹介をしておりますけども、4755の楽天ですね。前回、まあ、底打ちしましたよというふうなことで、チャート的に面白いですよということでご紹介をしました。まあ、その後ね、結構順調にまあ戻した後、またちょっと反落をした形になってるんですが、実は12月にね、試合に合わせて急落した局面でも、その時に昨年6月の安値を割り込んでないんですね。
でちょうどこの700円というのがいわゆるその底のライン、底根ライン、かなり強力な底根ラインだったかなという感じはします。で足元少しまた800円台回復をして、あの26抽選を回復してきていますから、あそういう意味でそのチャート面で引き続き面白いのかな。ただあくまでこのチャート面で判断をしてますから、あの前回も申し上げましたようにね、チャート面で判断をしてますんで、その上げ下げのね、その動きに合わせてあのトレーディングされるのはよろしいかなというふうに思います。それから2つ目、コード番号は4819、デジタルガレージ。名前はねよく聞くんですけども、実際何をやってるのかよくわからないようなところがある会社なんですよね。で大きく分けて決済だとか広告だとか、あるいはベンチャー投資だとか、あるいは子会社に価格込むがねあったりとかいうことで、非常にまあ手広くその新規のねビジネスを積極的にまあ展開をしている会社です。でこれもね、実は去年の6月の高値が4840円なんですが、12月に2273円まで売り込まれた感じですね。ちょっとこれは売られすぎだろうと思います。あの業績はねちょっといろいろ売却益であったりだとか、そういうもので最終利益は変動する可能性があるんですけどね、本業の方部分というのは拡大基調に変化はないんですね。その一時的な利益の変動要因で、その売却益ですとか償却ですとか、まあ、そういったところで変動する可能性はありますけども、本業は、好調ということで考えるとちょっと売られすぎかなという感じがいたします。それからこれは、まあ、従来からね一押しでおすすめをしている銘柄です。6099のエランですね。なかなか上値が重い。去年の7月、まあ、株式の今年頭にね、株式二分割してますから、二分割後の、株価でいきますと、去年の7月の高値で1700円台がね、あって、なかなかそこを抜けない。ただしね、下値も硬いんですよね。1200円まで売られると必ず買いが入って反発する。で、1200円から1700円での今ボックス相場の形になって、ちょうど今1200円台から反発局面に入っています。まあ、これはね、もう従来から何回も申し上げてますように、まあ、入院セットというね、高齢者用のね、あれ高齢者に限らずですけどね、病院の入院患者さん向けのビジネスで非常に安定的にね業績の拡大がまあ期待できる銘柄なので、まあ、中長期保有にぴったりの銘柄だとずっと思っているんですけども、まあ、2月に入って決算発表、12月決算ですから、19年12月期のね業績見通しもそれなりにいいものが出てくれば、また安心感でね買いが入るんじゃないかなと思います。まあ、それから同じくまあシルバービジネスの関連でね、今日先ほど説明がありましたこの9262のシルバーライフ、まあ、ここもねそういう意味では安定的に収益の拡大が期待できる銘柄だろうと思います。それからですね、次の2つはねこれまあテーマもないし買う理由があるのかと言われかねない銘柄なんですけどね、まあ、ある意味ちょっと売られすぎということで2つちょっと挙げてみます。まず1つ、業態は、ね、2つとも同じです、ほぼ同じ。まず1つ目、コード番号7148 FPG、 アルファベット3文字 FPG。 もう1つはコード番号7172ジャパンインベストメントアドバイザー、略して JIA ですね。
この2銘柄何やってる会社かというと、航空機とか船舶とかコンテナのオペレーションリースやってる会社ですね。まあいろんなね、まあ、企業であるとか資産家の方の節税商品としてね、その販売が好調で、業績面にはもう申し分ない、利益率も高いし、増収増益貴重だし、でまあ両社ともね、金融その他のその金融分野にも、まあ、事業展開してます。FPG なんかね、証券会社作って FPG 証券なんていうのもありますよね。ベンチャー投資なんかも始まってますよね。M&A のアドバイザーもやってます。まあ、そういうことで、金融全体にね、ビジネス領域を広げてるんですが、まあ、その主力のオペレーションリースの方は非常に好調で、非常に高い収益力を持っています。で、高値からだいぶ下げました。ちょっと売られすぎでしょうねという感じがします。で特にですね、もう7148の FPG は去年の1月の高値が1700円台、ここから1000円台まで、まあ、調整を1000円近辺まで調整をしてるんですが、10月の安値986円、12月の安値1004円、どうもここでダブルボトムを形成した可能性がありますね。足元は1100円台です。それを考えるとチャート的に見ても面白いかな。でもう一つの7172の JIA の方もですね、去年5月の高値6300円台から12月安値2500円台まで半値割れまで売り込まれました。まあ、その後反発して今足元3000円台なんです。でよくチャートを見られる方はご存知だろうと思うんですが、日経平均株価をはじめほとんどの銘柄が今のリバウンド局面で13周線を突破できてないんですが、この JIA はいち早く13周線を突破して26周線にチャレンジしてるんですね。やっぱりそのだけ戻りが早いということで、13周線に突破するのはなかなかね、日経平均難しいと思います。それに合わせてほとんどの銘柄が13周線で抑えられる可能性が高い中、まあ、いち早く13周線を突破しているということで、ちょっと夢中を通してみたい。それからもう一つ、これは最後の銘柄になります。もうこれね、ご紹介すると本当はまたかよって、ということになりかねないんですが、前回16年9月だったかな、ご紹介をします。でこの銘柄は短期的には値幅は期待できません。ただし下値不安が小さい、おまけにたくさん配当をくれる、だから株価変動のその心配をせずにそれなりに配当収入を楽しめるからじっくり持っておきたいよねという投資家の皆さんにおすすめの銘柄なんです。コード番号7203トヨタ自動車です。前回ご紹介したとき16年ですから、もう2年半ほど前になりますよね。6300円台でした。今は6700円ぐらいかな。ほとんど結果的には動いてないんです。ただし、その間に200円以上年間配当がね、何回もらえたでしょうか。ということなんですよね。で、もう少しね、これ週足チャートで見てみますとね、さっき申し上げたように、日経平均をはじめ、ほとんどの銘柄は、今はその下向きの13周線に押さえつけられるような形になろうとしているのに対し、この銘柄はもう26周線に回復してるんですね。主力銘柄だからものすごく下げたんだろうというイメージがあるかもしれませんが、年末12月の下げもそんなに大したことはないんです。で正月明けのリバウンドでもう26周線に回復してるんです。
で、さらに長いスパンで月足チャートで見ますとね、高値が15年3月の8700円台、安値が16年6月の4900円台、この間で実は月足で見ると三角持ち合いの形になっています。で、ここ1、2年、ここ1年、2年のね、値幅はだいたい6000円から7500円なんです。去年のそのね、全体が急落した局面でも6000円というのはかなり下値としてね、硬かった。6000円ぐらいなのでやはり買いが入る。そうすると今6000円台で、だって下値不安というのはそんなに大きくはない。おまけに年間200円以上の配当金がもらえますね。相場が良くなれば、月足チャートで三角持ち合い上っ離れになれば、ちょっと面白いところはあるかもしれません。まあ、こんな観点で、今日のご紹介銘柄の最後の銘柄とさせていただきました。で、以上で私のお話さんの終わりになりますが、途中にも申し上げましたように、今年のシナリオは、前半調整、後半年末高で、前半はいい銘柄でも売られます。急落突っ込むというんでね、そういう意味で突っ込んだところが、まあ、会話になるんでしょう。その突っ込んだ局面、会話タイミングをどう考えるかというのが前半の相場を見る上でのポイントになるんじゃないかなということを、もう一度ね、最後にちょっと申し上げて、今日のお話の最後にさせていただきたいと思います。長時間ご清聴どうもありがとうございました。